はい。風すごくね。次ここ、このシーン、カップルがいいよね、カップルね。いいですね。いいですね。 K さんいつですか、ギター始めたの。始めたのは俺が親に、ね、うん、山に捨てられてそんな暗い過去があったんですね。山に捨てられて、そこから自分で樹木を伐採して見よう見まねで作ったやつがギターだった天才じゃないですか、うん、なんでそれをさ、ちょっと世界的に広めようとは思わなかった。いや、まあ、広めようと思ったんだけど、うん、自信なかった。まだ俺の中でとどめときたかったし、うん、やっぱ作った人が弾けないってなるとさ、うん、おかしいから練習してたの、すごい、うん、山で、うん、よし、俺はもう自信を持って、うん、みんなにギターを広められると思って、うん、下の山を降りて、うん、村に行った。普通に楽器屋に行った、うん、しかもすげえいいやつじゃあ一応ね、うちはあのファンを愚民党呼んでるので、愚民党っていうことで、愚民党で自民党、社民党、民主党に対抗して愚民党、愚民党ということで違う。あれもじゃあ、あれですか、エキストラカットは終了ですか、もしかして。そうね、今から港に入る。いよいよ、全体シーンです。
頑張ります。ガーデンだろうね。